です。チーズなしのピザの原点のやつ。おいしい。これキッチンカーやりだしてからは今2年。その夜営業される理由って何かあるんですかね。お客さんとやっぱり会話もしたいし、こうコミュニケーションをいっぱい取りたいんで、どうしても夜の方が。お店を開く経緯としては、そうですね、僕、まあ、もともと料理好きで、ちょっと怪我して入院してた時に、まあ、子供と話して、お父さん、キッチンカーしたらいいよ。いや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 、固定店舗でしょ。いやいや、キッチンカーでっていうところから。大体この釜で何分ぐらいでやってるんですか？1分半ぐらいです。あ、そんなもんなんですあれば行けます。氷取ってん、氷うちの息子です。あ、よろしくお願いします。これ立つにいいの？うん、とりあえずピザ、はい、お待たせです。でもこれが終わったらすぐ。
はい、はい、ありがとうございます。これが M サイズ。これが M サイズです。焼き上げてきたんですよ。これも M サイズは M サイズなんですけど、生地が平べったい。そうっす、薄いクリスピーと。値段ってのは一緒です。一緒です。お待たせです。これがチーズなしです。チーズなしのピザの原点のやつ。ニンニクも入っていて、美味しくいただけます。めっちゃ真剣。蜂蜜がたくさん入ってるハニーなんです。甘いんです。おいしい。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。